みなさんこんばんは、イコールラブの山本杏奈です。よろしくお願いします。はい、さあということで始まりました、イコールラブ山本杏奈の教えて花ダイアリー。さあ皆さん、始まる前からたくさんこんばんはのご挨拶コメントいっぱいありがとうございます。ちゃんと挨拶ができる皆さんは優秀ですね。はい、ということで、今日はスペシャルな回ということで、私もちょっと緊張しているんですけれどもあのいつもね、私はここにいて、こうジョイちゃんとかノイミーちゃんとかもね来てくれて、やっぱ後輩ちゃんなので緊張しますって言ってるんですけど、あの今日は私が後輩で緊張してますはい、ということで皆さんもたくさんコメントに、コメントをしていただいて一緒に参加してくれたらなと思います。はい、ということで改めて、昨日7月31日に私たちの17枚目シングル絶対アイドルやめないでをリリースさせていただきました。ありがとうございます。もうね、結構店舗さんに行って買ったよってたくさん言ってくださったり、パネルとか見に行ってくださったり、ありがとうございます。今回特典映像もね、埼玉県ということで花ちゃんがね、こういろいろと案内してくれたりしていますので、皆さんそちらもぜひぜひチェックよろしくお願いします。さあさあ、ということでね、すでにたくさんのコメントをいただいていますが、ショールームでコメントをしたりギフトを投げるには無料の会員登録が必要となります。ぜひよろしくお願いします。さあ、ということでいつもはね、イコールラブ、モットイコールミー、ニアリーイコールジョイのメンバーを呼んでいるんですが、花だよりなんと50回直前ということで、今日はスペシャルな回でーすなので、素晴らしいゲストさんをお呼びいたしましたので、お呼びしたいと思います。今日のゲストの方はこの方でーす出にくいよなんでですか？煽りがね、ちょっと出にくいよ。出にくくないですよ。もうなんかすごい大ゲストが来る大ゲストじゃないですか。なんとおされカンパニーさんのしのぶさんが来てくださいましたよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ね、嬉しいですよ。見てください、髪型もキラキラやってもらいました。かわいい大ゲストですよ、ほら大好きですってファンの方も、嬉しい、しのぶさん大ゲストですよって、嬉しい、バイコンのイジョイのファンの方はもうね、しのぶさん崇拝って感じだと思います。そんな思ってくれてんのかな。いつもかわいい最強な衣装を推しメンに着させてくれてありがとうって思ってます。嬉しい、多分ファンの方は、うん、ね、それで言うと、本当7周年、私イコラブとか、うん、はい、まあ、イコラブから始まってるんですけど、はい、周年のコンサートはファンのため の,、うん、のコンサートちょっと思ってました。みんなのためでもあるよ、うん、いや、分かります。だけど、うん、ファンの人が、うん、もうこのグループ押しててよかった、死ぬって思ってほしいと思って衣装も作ってるんで、うんうん、楽しみに。ありがとうございます。え、じゃあ私も7周年のこと何も知らないんですよ、うん、楽しみにしてていいですか？そうですね。なんだろう、ファンの人は間違いなく好きかな。うちのスタッフが、はい、あの、まあ、今もう作り始めてるんですけど、はい、あの開口一番、え、死ぬじゃんみんなって言ってましたあのサリカンパニーさん結構ギャルなんですよ。そうそう、精神ギャルが多いですよ。精神ギャル多くて、精神ギャル、あの今日はあのなんかその会社のなんかこうバルコニーみたいなところあるんですけど、うんうんうん、そこであの指原さんからいただいたお中元のマスカットと、うん、私がなんかちょっと差し入れもらったメロンをこうやってなんか、うんうんうん、イエーイみたいな感じで撮った写真が送られてきました。マインドがそうなんです、ギャルですね、みんなで食べてますみたいな。かわいい。この前あのおされカンパニーさんでなんかバーベキューされたんですよね。何でも知ってるよね本当にクラブのメンバーって、ね、そうだから素敵な会社だなと思って参加今度したいですいいですか？はい、どうぞっていうのも変だけど、逆に大騒ぎになっちゃう。じゃあそろそろ行かないと一生この話してそうだしのぶさんが MC してくれてる、ね、一生終わんなそうな、はい、さあということでね、今日はなんとしのぶさんが来てくださったので、これから50個の質問をしてみたいと思いますまあね、でも50個本当にやっちゃうと、まあ、30秒とかで答えていただかないといけなくなってしまうので、まあ気持ちは50個っていう感じで、まあ、なんとなくで言ってみたいと思います、はい、衣装、イコラブ、プライベートなどなどね、こうジャンル、プライベート、はい、しのぶさんのプライベートを深掘りしたいと思います。興味あるかな私が興味あります ありがとうございますということで、じゃあ早速ね、質
問はしのぶさんにさせていただきたいなと思いますが、はい、皆さんも後半でちょっとコメントでね質問をお聞きしたいなと思いますので、うん、考えていてください。さあそれではじゃあまずやっぱり昨日発売でした今回の、うん、絶対アイドルやめないでのね衣装ピンクと水色で、うん、ちょうど昨日くらいにおさえさんのインスタそうですねで、はい載ってたんですけれどもそちらのポイントとかなんかエピソードとかってあったりしますか。まずね指原さんが、はい、もうまず タイトルが最初に決まってて、うんはい、絶対10アイドルやめないでっていうのがもうタイトルです、うん、なるほど。えタイトル良すぎないと思って、はい、まず、はい、でもうなんかそうキャッチーだし、うんうん、なんかみんなそう思ってても意外と言えなかった言葉じゃないみたいな。そうですよね。アイドルも真剣にやってて、はい、卒業するときとかって考えるときって、うん、すごいいっぱい悩んで悩んで卒業を決めるから、うん、だけどだからこそファンも応援してるよってしか、うんうん、ね言うのなんていうのがそうです、ね、やっぱその一言に全て表れてると思って、うんうん、で楽曲聴いたときに、うんうん、もうなんかえ神曲すぎないって思って、はいはい、で、まあ、衣装の相談を指原さんとしてるときに、うんうんうん、まあなんかもう要はなんかもう王道アイドルを行こうと、はい、もう王道アイドルっていうか、うん、もう本当にアイドルってそのイコラブだけじゃなくてアイドル業界全体でやっぱりそのなんか限られた時間じゃないやっぱり、はいうん、なんかその限られた時間の中ですごくなんかもう命を削って、はい、もう本当に捧げてアイドルをやってるじゃん、はい、もうみんな一生懸命、はい、だからその尊さっていうのと、うん、やっぱ覚悟と、うん、その応援する取り巻いてくれるファンのっていうのを考えた時にやっぱ王道アイドルで、うん、まあすごいその雰囲気が平成アイドルっていうのにちょっとかぶって、うん、もしもイコラブが、うん、デビューが、うん平成だったらっていう設定の中で考えたやつ、初めて知りました。そう平成アイドルっていうのがポイントで、だから AKB とか嵐さんとかなんかモンズ娘さんとかがいる中でイコラブも存在してた世界さん。でもやっぱ私たちもこう AKB さんに憧れてこうアイドルを目指したっていう子もやっぱりたくさんいますし、なんかなんだろう、それをちょっと連想させるようなじゃないですけど、うん、すごい嬉しかったです。しかも今の私たちがこんななんだろうキュートな結構フリフリ多いじゃないですか、うん、それまだ着れるんだと思って。そうだからそれねちょっとねフィッティングの時にね、うん、どうかなと思ったんだよね、うんうんうん、なんかでもみんなさ全員がかわいいみたいな、かわいいってなりましたね、みんななりました。瞳とかもさみたいな声の大きさまで表現してくださってる。なんか結構朝早くフィッティングだったんだよね、はい、なのに、ね、結構みんな大テンションすごい、うんうん、だったから、うんうんうん、なんかすごいあよかったなと思って。でも本当に、うん、イコラブあっての衣装デザインだからその平成アイドルっていうのがそのポイントであるんだけど、うん、やっぱだからイコラブカラーで、うん、なんか細かいディティールっていうか繊細な装飾だったりとか、うんはい、あのブレードとかを八の字にこうやっていくだけじゃなくて、うんうん、なんかこうハートになってたりとかイコールラブってやったりとかここにも入ってますもんね。そうそうそうっていう細かいギミックをなんか入れるのが私なりに、うんまあ、イコラブの衣装で大事にしてるところなんで、うん、そういうところは結構入れたって感じ。もう最初から最強なお話聞きました。もう満足です。それファンの方ももうこのエピソードだけでもう最高ってめちゃめちゃ来てますね。この以前のファンの方本当に優しくて本当に愛がすごくあって、うん、スタッフさんもそうですしファンの方もそうですし、ね、それをすごく感じられます、ね。衣装1個でこんなにもエピソードが出てくるということで50個このままいっていきたいと思います。はい、はい。じゃあ続いて最近だと仲直りシュークリームと海とレモンティーというカップリング曲だったんですけれども、じゃあまず仲直りシュークリームからいきたいなと。もうそれはさ、ひとみとさ、はい、よりちゃんが、はい、とにかく、うん、恥ずかしいじゃん、はい、結構えっていうかやったりするのとかがさいっちゃうみたいなモードですよね。そうなんか、うんうん、その2人の可愛さをどれだけ引き出せるかが、うんうん、今回の多分 MV の結構監督のテーマ、うんはい、裏テーマというか、はい、だからやっぱりそのもう衣装が
もう可愛かった、もうさやるしかないみたいな。いやでも状況に持っていそうです、そう行くから、うんうん、でも色味とかも含めて監督がすごい、すごい考えて作ってて、うん、でなんか本当私 X に書いたんだけど、はい、AKB の若手のなんかミュージックでも、うんうん、そう、はいはいはい、なんかあの吸ってきて本当に、はいはい、同時期ぐらいだったのよ、はい、でなんだ流行ってんのメイクみたいな感じだったんですけど、はい、でも楽曲が全然違うし、うん、なんか表現したいことが全然違かったから、うん、あじゃあなんか企画、まあ、それぞれに言う必要もないなと思って、うん、ねなんでまあそのこちらがちゃんと対処すればいいかなと思ったんで、うんうんうん、まあすごい違う感じにして、でコラボはもう本当にもうブリブリみたいな。で、AKB の方はちょっとリアルクローズな感じで、まだまだちょっとメンバーとしてまだ名前覚えてくださいっていう状況なんで、ちょっと一人ずつちょっと違くしてみたいな。でコラボはもう本当にイオリと瞳をどれだけなんか、その中に、ね、可愛いモードに入れさせれるかっていう、普段あんまそういうことを進んでやるタイプの2人じゃないじゃないですか。でも例えばレッスン着でやるのと衣装を着てやるので、うん、私たちも気持ちが全然違うんですよ。衣装を着たらあ魔法かかったアイドルなんだって思えるから、ちょっと可愛いことでも頑張れるできるように魔法かかるから、本当にその通りだなと思いましたね。はなちゃんがセンターのミートレモンティーは、うん、もうはなちゃんカラーで、はい、で夏で、もう本当になんか等身大のイコラムの私服と、うん、もう本当にあの花ちゃんカラーで、うん、みんながでも花ちゃんがなんか花ちゃんの雰囲気をみんながまとってるみたいな感じで、うん、やっぱりなんかセンターってことに結構やっぱり意味があるってことだと思ったんで、はい、もう本当オレンジの感じも監督にいっぱい持たせて、その中からは結構すごいこれがいいですみたいな、なんかそのワンピース今回オレンジっぽい色のワンピースあったと思うんですけど、衣装さんがあんちゃんのスカートはいっぱい切ったよってそうなのよ、あの意外とあの既製服とか既製品のやつやるんですけど、はい、イコラブに着せる時結構ねなんかリボン足してみたり竹切ってみたりとかなんかいろいろフリルつけてくださったりっていうのは結構ちょっとしたりしてます、うん、そう、それでなんかあのその多分下のスカートのとこの布でフリルとかやってくださってるから、そう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 、あんちゃんの布いっぱい使えた使えた、そうそうそう、あんなの切ったからその分でフリル作って他の人にそうだからそうっていうあの衣装さんとのエピソードです、はい、はい、じゃあ続いてに行きたいと思いますが、おミュージックビデオ衣装とステージの衣装、うんでのなんか違いだったりこだわりポイントとかってあったりしますか？やっぱミュージックビデオとシングルの衣装って、うん、やっぱ指原プロデューサーがの描くその楽曲の世界をどれだけ表現できるかだと思うんです、うん、もう指原さんがもう本当にやっぱ考えてる、本当にめっちゃ考えてるじゃん、うん、すっごい考えてるあの世界観を本当どれだけ具現化できるかが私の仕事だと思ってて、うんうん、でその具現化できることをまず監督が一番最初にこう世界観作り上げて、うんうん、だから監督の世界観も監督と指原さんの世界観を、うん、考える、だからでそれでプラスメンバーが来やすくって、はい、ステージで踊りやすいっていうのがまず大条件で、ステージ衣装っていうのはそこに私は結構ファンの人のなんか、うん、好みというか、うん、ファンの人が結構こういうイコラブ好きっていうのをやっぱ具現化する、なんか指原さんが考えてくれたセットリストあるじゃん、はい、いつもそれと、まあ、演出家の方が考えてくれた演出があるんだけど、うん、それにプラスやっぱりファンの人が、うん、もう今日来てよかったみたいな、うん、なんかこのメンバーもよく言ってるし指原さんもよく言ってる、本当になんかそのアイドルを応援してる、ちょっと大げさかもしれないけど本当にこの今日のイコラブのライブに来るために本当日々頑張ってたとか、うん、このライブに行くために本当バイト頑張ってお金貯めてグッズ買って今日の日を楽しみにして来たっていう人が、うんうん、なんかやっぱり今日本当来てよかったし、うん、もうこれの今日のライブのおかげで、まあ、あとなんかまた何ヶ月か仕事だったり学校を頑張れるっていう風に思ってほしいなと思うので、だからやっぱりそういう風なファンの人がやっぱりちょっと、まあ、綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、うん、なんかやっぱときめく衣装っていうのは結構心がけてる、うん、あ
からもう大拍手、結構違う、なるほど、うん、感じかも、すごく確かに考え方が、いやなんか私も周年そうやってファンの方に思ってもらえるように頑張ろうってなんかめっちゃ思いました。でも一番はあのステージに立ってる時は、はい、やっぱスイッチちゃんと入れて、うん、ファンのためにって思うじゃん、うん、特に、うん、あのアウェーのところだとさ、ダメだ私たちは私たちなんて人気ないみたいな感じになるけどさあのやっぱね、いやいや、ファンの人との信頼関係あるから、はい、そうですね、うん、そう、ファンの人の前だとちょっと、うん、頑張るよ、うん、盛り上げるよ、幸せにして返すよ、うん、みたいな感じでステージ立つね。そうですね、なんかステージ登る前はあんま自信ないんですけど、うん、ペンライトとか見た瞬間に、うん、そうだよね、あ、いけるとか、そうそうそう、私たちにはこんなにのたくさんのファンの方いてくださってるってめっちゃ思わせてくれます、それは、ね、はい、それは本当思う、うん、コラボってそこが本当面白いなって思う、裏での私たちを知ってくださってるからこそ、本当面白い、なんか本当に数分前までガラガラだったらどうしようとか、なんかそう思います、でなんかすごい、なんか今日、なんかどうしようみたいな、すごいなんか、え、そんなこと今更悩むみたいなことで、結構さ、マテシエ楽観主義者っていうのもあるかもしれないけど、なんか、え、もうだって、もう立つしかないじゃんっていうのもあるし、そうですね、なんか、そんなこと、え、悩まなくても、うん、だから、もうこの会場でやれてるし、うん、なんか、そもそも論じゃないと思うんだけど、うん、あの、もうね、最初のうちは、なんか、その、大丈夫だよって言ってたんだけど、あ、これはもう伝統芸だなって思う、リコラブの。え、もう、今でもそれあります？もう、だからね、なんか、たまになんか、はぁ、ダメだ、今日前髪だ、ダメだ、とか。リサですか、それ。もう、リサはもう一生言ってるから、ね。今日最悪なんですけど、え、前髪が、様子がおかしい、どうかしてるとか言ってめっちゃ言う。リサはもう前髪のことずっと言って、でも、はい、なんかやっぱあのステージに立ったら、うん、やっぱイコラブはもう 100% 本当に力を出し切って、うん、もう本当にもうファンの人のためにこうそれが結果自分たちの、ね、うん、ためにっていう感じでステージ立ってるから、うん、はい、もうなんかあのもう伝統芸だよね、キアラが演じ遅れてくるのももう全部伝統芸、それもひっくるめてイコールラブ、それもひっくるめて、私だってイコールラブのアニメーション作れるもんマジで本当に脚本作れるなと思うぐらい、確かにすごい全部してくださってるから、うん、面白いと思う、しのぶさん演出とか見てみたいですね、本当に面白いものができるよ、うんうん、楽しみ、じゃあ今回の周年もそんな感じで、はい、しててください、はい、はい、じゃあ続いて、うん、じゃあちょっとまた違うところからなんですけれども、うん、まあ、イコラブからちょっと離れてみたら、うん、毎月何着ぐらいおしゃれさんって衣装作られてたりするんですか？な、着数、でもやっぱ月によって違ったりしますよね。そうそうそう、ライブとかが重なった時は、うん、なんか3現場のライブが重なったりとかする時とかは、はい、もう地獄のなんかもう、もうお互いあのもう担当がそれぞれいるんですよ。もうあのイコラブだけをやってるイコノイジョイだけをやってる人もいるし、AKB もやってるし、他のあのチームのやつをあのバンダイ系のやつやってたりっていうのするなんかいろいろチームがいて、はい、なんかこう見たこう見たりはするけど、はい、基本的になんかもう自分たちで精一杯だからなんですけど、そういう時はもう本当にもう制作現場がもう100数着以上ぐらいでもあれだったりするんですけどえ、なんかあのラストノートしか知らないの時とか、うんうん、やばかったよね、総出でやってくださってて、もう忍さんも現場ですごくやってくださってた。これは本当にでもイコラブじゃなかったら事故ってた。あれはメンバーがイコラブだったから許してくれたもんだと思ってる、はい、だって本当に、はい、本当にあの撮りますっていう5分前にあんちゃんからだったの、確か。私ですか？あんちゃんから撮影スタートだった気がするんだよ、はい、そうでしたっけ。で普通だったらさ、そのもうその回り始める15分前、まあ、少なくとも20分、30分前にはもう出来上がってなきゃいけないんですよ、うん、でも出来上がってなかったので、うん、5分前ぐらいまでこんな言っててあんちゃんごめん、ちょっとあと3分待ってとか言ってやってたのに、あんちゃんはーいって言って、待って、あれイコラブじゃないと多分無理だと思う。だってみんなさ、その来た状態で最初チェックして、なんかこう、なんていうの、やってくれるじゃん。だから、でもなんかすごい覚えてないかもしれないけど、いやごめん、なんかじゃあ鏡前行ってちょっとチェックしてから入ろうかって言ったら、あ、でももう、え、
なんか皆さんから見て大丈夫なんですよねみたいな感じで、だったら大丈夫ですみたいな感じで普通にそのカメラ前にこう行ったから、本当にあの本当にあれは申し訳ないレベル で、本当になんか薄くなんか控室が薄暗すぎて、薄暗すぎてあの本当にあの透明な糸で縫ってたんですよ。透明な糸で縫ってるからもう糸が見えない。カーテン開けてさみたいな。カーテン暗かったです。カーテンまずちょっと待ってとか言って、これ、うん、これこの時間倍かかるからカーテン開けようって言って、うん、カーテン開けて椅子とかなんかこう机とかをそのあれなんかどかして、もうすっごい火を入れた状態ででもそういうシーンを私たちなかなか見ることできないから、うん、逆になんか嬉しかったです。あ、こうやって作ってくださってるんだとか、多分もうあのそのワンピースを着れば OK な状態で多分待ってた気がします。あ、そう。もう、ほんとそう。そうですよね。その下のインナーだけ着て、こうやって、なんかお人形みたいにこう待っててくれてね。上にパーカーだけ着てね、こう待ってくれてて。だから本当にあれはね、はい、本当に申し訳ないとともに、本当にね、イコラブのメンバーでよかったです、本当に。本当にあれはね、本当ね、ダメだよっていう。だから私たち、ね、あのちょっと反省したの、その後。これ、なんかみんなが、そのいい人だから、これは成立してる。いや、いい人だから、うん、でもこれね、普通に間に合ってなくて、うん、あの怒られても当たり前な状況だったから、本当にこの場を借りて、あの謝ります。本当誰も何もイコラブはね、あのリサがちょっと面白くて、なんか本当ごめんみたいな、ちょっと待ってって言った、はい、大丈夫です、前髪直す時間が増えた安定のリサだと。おもろ、さすがリサ。安定のリサ。さすがリサですね。かわいい。かわいい。で、私覚えてるのが、あ、でもそれだ。この時は靴が違うんだ。あのピンクの、そのピンキー衣装、6周年の衣装の靴が1個ずつストーンをあのつけてくださってて、衣装さんが。もう私はこんなのできないと思って、大尊敬します。あれはね、ほんとね。埼玉スーパーアリーナに連れてきてくれてありがとうっていう気持ち。すごいね。だから私みんなつけた。でもこのストーン一粒一粒も高級だと思って、落ちてるの見つけたら拾ってわざわざ衣装さんに届けてね、ほんとよくしてくれるよね、それで届けて、でも、うん、なんか貼ってくださいって言ってる人みたいで、それもちょっとダメかなと考えすぎ思いつつ考えすぎ、ほんとでもなんかストーン一個一個拾うのが好きですね、ほんと落ちたのとか拾ってくれるよね、本当ね。そう、やっぱね、この衣装私たちにとっても衝撃が走った宝物の衣装のね、一つなので。もう本当ザイコラブだよね。はい。これイコラブじゃないと着れないと思う、本当に。ザイコラブじゃない。嬉しい。イコラブ、ガーリッシュでフェミニンで繊細で。本当になんか6周年の時に瞳がそのセンターステージに一人で登場して、この衣装だったんですけど、まあ最強でしたもんね。もう私は演出、なさしゃらさんがこういう演出にしたい、瞳が一人で出てきて、うん、そのイコールラブから始まる、うん、え、そんな泣くやんっていう、うん、だからその演出打ち合わせの時に、うん、え、もうそんなの泣くじゃんってなって、で9人が本社で待ってて、瞳が走ってくるっていうのがね、あの最近 DVD もね出たんで、皆さんぜひ買ってみてください、ね、あれだけは本当持ってて損はない。あ、嬉しい、はい、皆さんからの声援もすごかったです、ね、ありがとうございます、いつも。はい、さあということで50個全然いけてませんが、ここからはちょっとしのぶさんと一緒にミュージックビデオ鑑賞をしたいなと思います。個人的にしのぶさんが好きなイコラブのミュージックビデオがあれば一緒に見ていただきたいんですけど、めっちゃあるんですよ。やっぱね、イコラブって指原さんがね、はい、こだわってくれてるからね、はい、あのミーケとかもう本当に周りのそのソニーの八山さんとか、めっちゃ名前全部名前出したけどなんかやっぱ本当に一つ一つの部署の人がプライド持って、本当自分の信念を持って、うん、本当に一つ一つを本当宝物のようにそのあの指原さんが生み出してくれた楽曲をやっぱりこうどう作っていくかっていうのをすごい考えてるんで、迷うんだけどオーダーリンかな。おお、オーダーリン、あのまさかのカップリングカップリング、あれはなんかやっぱイコラブをなんか
全てを表現してるっていうか、うん、なんか本当にみんなめっちゃ楽しかったでしょ。楽しかったです。でもあの日2曲 MV 撮ったんですよ、ね、すごいよねちょっと狂ってますよねでもあのまだ遊びたいって言いながら次の現場に行って、うんね、すごいよね。でそれも含めて、はい、あの MV ってすごいと思う。本当にもうみんな一人一人が本当に輝いてるし、うん、一人一人のチャーミングさがすごい出てるし、うん、で面からをさ結構すごいバッて出したのって、うん、初めてぐらいですよね。これが多分なんかだからなんかそういうのも含めてめっちゃいいのと、うん、本当おすすめはね、はい、絶対アイドルやめないでを見た後に、はい、大ダーリン見てほしい。おお泣けると思う。ちょっとなんかじゃあぜひちょっと今から一緒に皆さんと大ダーリンを見てこの番組が終わったら絶対アイドルやめないでを見てまた大ダーリン見てください。じゃあちょっと見てみましょう。それではどうぞどうぞあすごいすぐ出てきた。楽しかった。楽しそう、みんなが、ね、本当にそう、本当これさ、心からの笑顔だよね。なんかちょっと子供感ありますね、うん、サナのこのジャンプがめっちゃ瞳かわいい、サナかわいい、瞳かわいい。懐かしい、なんたんちゃん、なんたん、かわいいね、なんたんちゃん。これちょっとピョコって出てきちゃったのを使っちゃうっていうのも、ね、そうイコラブらしい。そう、ハナちゃん、ハナのこの髪型めっちゃ好きなんですよ ね。あ、ほんとかわいい。曲もかわいいね。かわいい。そう、なんかほんとこの時みんなさ、今も全然かわいいけどこの時もほんとさらに美人もいいよね。かわいい。結構観覧車とかも一つ言うので撮って、こういうね、アップテンポな曲なのに、なんか涙が出てくるミュージックビデオみたいな。ライブでもこれめちゃめちゃ私たちもやってて楽しいので、ね、うん、リアルな反応かわいい、かわいい。まさかの落ちるカットそうなんですようちらじゃないかいって、ね、みんなで叫びました、ね。すごいよね、あの短期間でさ、はい、撮った MV にしたら本当によくできてる MV だと思います最高、やばい、また遊園地メンバーと行きたくなるね、やっぱすごい素のイコラブがすごい出てるよね、うんうん、本当、イコラブ本当みんなさ、本当なんかなんていうの、一つの巣に住んでるなんかさ、小動物みたいだなと思う時があるの、はい、なんかすごい小さい巣に、うん、なんかそんな感じ、なんかみんな、はい、ほんと仲いいじゃん、はい、その仲いい感じが、はい、ほんとよく出てる。なんかもうこの MV はね、すごい、2番も見たかったそうでね、楽しみましょこ聞きたかったんですよ ね。皆さんぜひこの後ね、見てください、はい、お願いします。さあということで、じゃあ続いて残り時間も少なくなってきてしまったんですけれども、ファンの皆さんからちょっとここで直接質問をね募集してみたいと思います。確かに。さあ皆さんどうですか、50個っていう質問がなほとんど10個ぐらい10個もやってないです言ってない、やばいやばい10分の1 10分の1すごい。何か皆さんもう今だからそうねこそですよ、周年の瀬戸寮教えてくださいダメでーすみんな周年のことめっちゃ気になる。私も知らないから。でもあんちゃん、あんちゃんの早い流れが、あんちゃんだけにこれをしてるっていうのありますかみたいなのあった、うん、あんちゃんだけにこれをしてる、うん、だから多分衣装が、あんなには私ミニマムに作ろうとしてて、はい、なんか結構ね肩を内側に結構入れます、はい。で引き算的にここを出すならここにちょっとデザインがある、うん、ここが詰めるならここが開くっていう、なんか結構引き算、結構この辺結構アンナは大事にしてて、でミニマムな丈感とっていうのもすごい大事にしてる。確かに。なんかこの前も絶対アイドルやめないでの時にしのぶさんに、あんちゃんスカートこれより短くなったら嫌だって聞かれて、全然大丈夫ですって言った記憶があります。ちょっと短い、本当にちょっとなんですよ。でもその ミリ単位で調節してくださるんですよ。7ミリぐらいなんですけど、ちょっとバランス的にちょっと短く、うん、でもね、ほら本人が嫌だっていうのは絶対したくないから、うん、まあ聞いて
バランス的に、まあ、比率的にって。だから、あんちゃんはね、そういうのがちょっとね、細かい、ちょっとギミックがちょっと入ってる。うん、なんか、うん、その、パフスリーブ、外側にこうじゃなくて、うん、内側なんだけど、うん、パフみたいな。ちょっと、そういうことを結構してるかもです。もうそれこそまさにピンキー衣装がその作りな気がします、うん、私は。そうなんですよ、はい、衣装店いつか関西でもね、確かに。あ、そう、なんか今いいあれがあった、はい、ピンキー衣装のそのイコノイジョイの違いはみたいな。あ、いい質問、いい質問だよね。素敵。イコラブはとにかくもう本当にもう私の中でもう王者感っていうか、もうそのイコノイジョイの中でもう圧倒的存在で、でなんかもう繊細でもうガーリッシュさが一番モリモリ、うん、でノイは、はい、ノイは最初多分周年でファンは来るはずと思ってたのが、はい、でもなんかちょっと演出的にちょっとここじゃないなっていうのをサシャさんと話してて、うん、ツアーでやろう、うん、でもすごいファンの人が、はい、ノイにはないのって、ね、待ってくださいよと思ってたコメントとか見てて、待ってて、ノイのファンの方待っててっていう感じだったんだけど、ノイミーはなんかノイミーカラーなんだけど、ちょっとかわいい、なんかちょっとなんかなんていうのかな、なんか清楚さっていうか、うん、なんかそのちょっとなんか女神っぽさっていうか、あ、確かになんかそういう感じをちょっと入れてて、なんかそのキュートっていうよりかはちょっとプラスクールさちょっと入れてて、うん、それはなんかそのみんなのいろんなキャラクターを踏まえて、うん、なんかブリブリだけじゃなくて、なんかノイの私のイメージはなんか両局面持ってて、うん、なんかそのかっこよさとラブリーさのなんか背中合わせな感じみたいなやつをちょっと表現してて、でジョイはもう本当にもうジョイはもうフリフリな衣装が本当に欲しくて欲しくてしょうがないっていうみんな、はい、でもなんかレノンとかは実はレノンとかはちょっとフリルの分量を一人でちょっと少なくしたりとかしてて、そうなんですね、そう恥ずかしいってタイプだから、そうですよね、えフリルなんか別にフリルが嫌いなわけじゃない、でもえ私がフリルとか大丈夫ですか、ね、言いますよね、言いますかねみたいな感じだからちょっとやっぱすごいフリルの分量とか気にしてたり、でも結構編み上げの感とかちょっと赤ちゃん味っていうか、うん、まだ要は三女だから、うん、ちょっとバブミがバブミがある感じにして、でもちょっとキャラクターに合わせてっていうのはちょっと入れてみました。マジで最強ですよね、3つ揃った時の。だからすごいバブミが多いからちょっと白僕多い、確かに黄色だけじゃなくて、ちょっと白さでちょっと多くしたりとかっていう風に、すごい、ね、いつか揃う時が来るんでしょうかね。本当ですよね。ね、なるほど、嬉しい、こんなこと聞けて、最強衣装ですねってね、うんうん、あでもなんかグッズ作ってほしいみたいな、コラムの記事でみたいな。あ、記事で。でもなんか、この間、うん、これ本当にこれ言っちゃっていいのかわかんないですけど、何ですか？絶対アイドルやめないでの、はい、その武器。ああ、この前インスタライブでお話しした。で、なんかその、それを聞いてたのかな、ヨアニさんが、はい。その武器のやつでなんか作りたいみたいな。モチーフで作りたいって言ってたから、何個か、ファンの人が言ってたアイデアをそのまま言った。それが商品化されるかどうかわかんないけど、来た来た、でもそういうのって大事だよね、だって買ってくれるのファンの人だから、はい、だってファンの方の声が、まあ、そうやっぱ一番大事ですもんね。そうそうそう、ぜひ皆さんたくさん教えてくださいね。ね、うん、そうなんですよ、なんか魔法ステッキね、魔法ステッキも作ってほしい、作りたいな魔法ステッキ、かわいい、ファンの方のアイデア採用されたの熱すぎましたよね。なんかね、結構イコノイジョイって結構なんかそういうの多いかも。なんか結構、うん、現場をねちゃんと見てるっていうか、うん、コンサートの現場に MD の担当の人たちが、うん、まあ、結構まあ、うん、いて、でなんかこうどういうものがみんなあれ出てて、うん、で自作でなんかさポーチとか作ってる人とかいたりとか、はい、そういうのとかもちゃんとねなんか見て、あこういうのがみんな欲しいんだみたいなのを言ってましたね。ジャロマルのガラスの靴もね、え確かに私と花のところの後ろにある、なんだろう、
CG っていうんですか、そうそうそう、ガラスのあれもデザインしてくださって、そう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 、なんか監督がめっちゃ可愛いのが、なんかそのいろいろ話してて、はい、なんかヘアメイクチーム、うん、あのムチさんとか、はいはい、なんかあのと話してる時に、まあ、なんかこういうのなんかそういうのでガラスの靴とかにこう寝てたら可愛いですよねみたいなあのうっかり私が言ったんですよ、はい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 、したらなんかそのイメージがちょっとわからないみたいな、ちょっと どういう感じですかねみたいな、でそれで絵描いて送るみたいな、もうだからそれこそフィッティングの時にピンクの衣装を着させてもらって、しのぶさんが描いてくださった絵を見た時にもうめっちゃテンション上がって可愛すぎて、でも私あれがセットにあるもんだと思って行ったらグリーンバッグでそれはないんですよすいませんですけど、やっぱりそれで花ちゃんとはっってなって、だから完成が来た時にめっちゃテンション上がりました。そうだよね、でも一番さ多分あの武器チームが一番あれだったと思うよ、謎ですよ多分そう、ただ緑の前でこうなんかこうなんかこうやったりとかしてどうなるんだろうと思う。あの武器チームの3人のビジュアルめちゃめちゃ良くないですか。めっちゃいいよね、あれでなんか1曲歌ってもいいぐらいのさ、私衣装もさ、私結構あるあるなんだけど、はい、設定があの監督が結構設定をすごいちゃんと考えてくれる、うん、監督さんだったから、はい、うんうんうん、私結構そういうイメージシーンの設定めっちゃ考えてくれるとめっちゃやる気出る、はい、すごい、はいはいはい、なんとなくワンピースでとかそういうんじゃなくて、うこういうあのイメージがあってってなって、うんうん、たらなんかそれって個性出せるじゃん、その、うんうん、なんか一人一人が、はい、だからなんかそのティアラとかもなんか、うん、あのなんかすっごい小さいなんかこう箱のとこにいるみたいなはい、はい、でなんか髪型とかもすごいあのメイクさんとかに、うん、もうなんか異常なぐらいリボンがついてる髪型とかしてほしいみたいなのを言って、うんうんうん、でなんかそう、あ、じゃあこういうのはどうですか、うん、みたいな、そういうなんかこう設定を監督がすっごい考えてくれたからめっちゃ楽しい、ああいうのをちょっと、うん、あのそんなにそこまで頼まれてないのに、はい、あのやりたくなっちゃうタイプだからでも今回とか特にその衣装さんとヘアメイクさんととかの連携がすごくて、うん、もうなんか行ったらもうお人形さんになった気持ちで全部作ってくださって、髪飾りももうちゃんとあって、なヘアメイクチームと私で、うん、まあ、ちょっと打ち合わせもちゃんとして、うんうん、あのイムタンさんと、うん、あのムツキさん、うん、すごいねやっぱ2人とも本当にね上手、うん、なんかもう本当でうちの、まあ、ヘアメイクチーム入ったりしたんですけど、はい、なんか本当ね、お互いのいいところがすごい出てる本当、うん、MV で贅沢だったよね、みんな可愛かったし、あのイメージシーンだけの繋いだ V とかも欲しいよね、うん、確かにでめっちゃ可愛かった ねめっちゃ可愛いんだよ、衣装もヘアメイクもめちゃめちゃそれぞれに合ってたし、そうなのよ、あれほんと可愛いのよ可愛いのよとか言って、でもその3人のあの黒いか黒系のちょっと強いメンバー3人の衣装を全員着たのも見たいし、うん、全員が武器をピンクの武器を全員持って真っ黒の集団イコラブも見たいし、あの3人が結構ピンクとかそういうのを着て揃ってるイコラブも自分も見たいなって思います。わかるなんかあれで何を歌ってほしいのかな。でもイコラブってシュキピーがいい、黒ピンクって意外にないんですよ、ないよね、ピンク水色はやっぱ多いんですよ、イコノイジョイで PIC とかやるしかないのかPIC バンノイミーさんのねやばい、そんなことしてたらもう時間が、やばい、エンディング来ちゃいました。どうする、全然足りないね時間、質問10個ぐらい ね足りない、もうみんな大好きあんちゃんのことだから、もう、もう知ってる、ちょっと最後だから伝えておくけど、はい、あのうちの衣装チームの合言葉が一つあるの、はい、全てはアンナのためにって、何ですか、あんちゃんがやっぱり悲しませないようにしようっていう、そのリーダーとしてね、はい、なんかこうなんか撮影が滞ったりとか、なんかこうステージなんかこうミスがあったりしたらアンナが悲しむからアンナいつも嬉しいです本当に大丈夫です、アンナのためにって、みんなアンナのためにっていう、ありがたい、ありがたい、今日もアンナのためにって感じ、嬉しい、はい、今日もね私のために来てくださって本当にありがとうございます。10個しか、5個しかまたいつかちょっとあの来てください、はい、ぜひ、そしたらあと40何個お願いします消化できるかな、はい、そうですよね、しのぶさんのプライベートを聞きたかったですよね。最近長瀞に行ってラフティングしましたあの水の中で、すごいアクティブですよね、しのぶさん。そう、私ね、そういうのめっちゃ好きなの、あの
バンジージャンプ飛べないメンバー、昔あの AKB でいる時に、はい、あの3回先に飛んだりだった、はい、私で飛べたのはいけるよ今度じゃあ一緒に行きましょう、イコラブと。もうあ、じゃあイコラブと私やりたいこと、はい、いつかあの、はい、スカイダイビングをイコラブとやりたいです。それはちょっと心の準備が必要なので時間ください。いいな、ちょっとリサとかキアラと一緒にやりたいな。もうテンパり組で、もう絶対無理ですよ。はい、はい、ということで、じゃあ最後にランキングを読んでいきたいと思います。じゃあ5位から読みますね。第5位がセイタン、深井セイタさん、ありがとうございます。4位がキム兄さん。キム兄はーちゃんセンターよかったね、よかったね素敵。3位がノブさん、ありがとうございます。そして2位がタタクク、ありがとうございます。タタクク、しのぶさんから呼んでもらえるの、タタクク、いいね。なんかジッスン、ジッスン、パンダだし、ありがとうございます。さすがですね。そしてタワージッスン、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとうねということで皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。そしてですね、最後にお知らせをしたいと思います、はい、なんとですね、イコールラブ山本アナの教えて花だより、次回は2週間後の8月15日の木曜日19時からとなります。メンバーはノットイコールミーの谷沢麻衣子ちゃんと、おニアリーイコールジョイの小沢愛美ちゃんです。あ、リーダー会ですね。さあ、リーダー3人が揃う、いつもはね、だいたい2人なんですけど、3人が揃うということは何か発表があるかもしれないし、もないかもしれないしそれはあの2週間後ということで、ちょっと皆さん楽しみに待っててくださいですね、はい、待っててください。あ、じゃあ最後あと3分あるのでラスト質問タイムということで、50個まだまだ消化する気はあるということですね。確かにじゃあ皆さん最後これは聞きたいっていうのがありましたね。そう、次回が50回なのかなって。そうですよ。あ、そうです。そう、次回が50回なんです。そうそう、今日が50回だと思われる今日は直前スペシャルです。そうそうそう、直前だから49個の質問でもよかったけど、ね、なるほど。まあでも全然結果言って言ってないけどいけてないですけど ね、 ね、しのぶさんの今日のご飯はこの昨日ホワイトニングをしたばっかりなんで、うん、あの白いもの食べる。カレーとかじゃないやつ。めっちゃプライベートな情報教えてくださるじゃないですか。そう、イコノイジョイ、衣装シャッフルさせるならイコラブに何着させてみたいですか。もう意外なやつがいいんだよな。何が意外です。なんだろう、ノイちゃん、ジョイちゃんの、でもイコラブって結局何でも着ちゃうんだよな。何ですかね、何だろう、何だろう。でもいつか私ダンストラックとかをそのジョイちゃんの赤い、あー、何ですか、無謀人とかのちょっとかっこいいみたいなダンスが絶対似合うよ、あれやつで踊ってみたいなと思います。確かに。でもジョイのを着せたいかもな、ノイより、うん、なんかジョイの何かを着せたいかもな。着てみたい、うん、もうコメント欄が無謀人で埋まっちゃった。無謀人あんな似合う見たいってね。しのぶさん AKB の感覚を持ってるからシャッフルさせたらオタクの心分かりそうみたいなこと書いてあった。確かにしのぶさんが考えるシャッフル気になる。だって私あのイコノイジョイオタだからね、ほんとだって、ほんと AKB も大好きだし、あのすごい皆さんね、それぞれいいとこあるけど、うん、なんかライブがこんな楽しいの嬉しい。なんか自分が作って自分でライブ見て楽しいってなってない人多くない。自分の衣装でもそれをたくさん伝えてくださるから、そうすごい。なんかやっぱ新発見もあるしね、うん、あ、今回あこのメンバーってこういうことできるようになったんだとか、うんうんうん、こういうあのなんか儚げな感じとか出せるんだ、うん、じゃあ次こういう衣装とかでこういうことやってもいいなとか、うん、すごい。やっぱライブ中に次の衣装とか思い浮かんだり。そうそう、だって指原さんが本当6周年終わってすぐに、しのぶさん7周年の衣装だけどこういうのがいいと思うんだけどって言って、え、早すぎないって言って、今6周年終わったばっかりだよって言ってすごい。でも本当に指原さんって先をすごい見据えてらっしゃいますよね。本当そう、これやりたい、あれやりたいっていうのをね、うんうん、なんかもう早すぎるみたいな、ちょっと忘れないようにちょっと、うん、絶対ちょっともうちょっともう一回言ってもらっていいですかみたいな、メモっとかないとあれですよね。そうそうそう、それはある、うん、本当にだから6周年のイコラボを見て7周年のその衣装を思いついたと思うんで、
嬉しい。7周年楽しみだ。私もめちゃめちゃ楽しみ。でも大変だね。いろんなリハもいっぱいあるし、ヒューストンにも行っちゃいますし。あ、そう。大変だ。そうなんですよ。あ、バイバイへ。バイバイへカンペが来た。はい。でも早め早めは逆に助かるよねっていう。でもそれはそう。確かに。それはそう。助かる。衣装も海を渡るんですよ。そうなんですよ。ね、可愛いコラボちゃんを海外で。頑張ります、ね、見せましょう。はい、ということで、皆さん最後まで今日は見てくださってありがとうございます。そして貴重なお話をしのぶさんたくさんありがとうございます。ありがとうございました。7個ぐらいしか答えなかったけど。またぜひ私おされさんのインスタライブ見るの好きなので。ね、ほんとよく見てるよね。でも結構多分メンバー見てますよ。あ、知ってる。あのリサとかたまに、なんかあの言ってくるもん。え、あの時にコメントしてたみたいな。それがすごいファン丸出しだったみたいな。ファンの人ですかみたいな。名前出たりしたらみんな喜んでます。嬉しい。ぜひまたやってください。ぜひ。皆さんもそれでは続いては2週間後ということでまたお会いしましょう。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。次は50回だよ。